聖書を拝読します。第二テモテ2の20から21までです。大きな家には金や銀の器だけでなく木や土の器もあります。またあるものは尊いことに、あるものは卑しいことに用います。ですから誰でも自分自身を清めてこれらのことを離れるなら、その人は尊いことに使われる器となります。すなわち清められるもの、主人にとって有益なもの、あらゆる良い技に真似合うものとなるのです。アーメン。今日夕方礼拝は、東海女職務代行イスジン牧師が金の器1回目のメッセージを取り継いでくださいます。特別賛美をしてくださった東京タブタ万民教会のブヨチムに感謝します。中高生部の姉妹だと思いますが、とても明るく、そして精霊に満たされてダンスをしてくださいました。講談喧嘩です。海外の司教会です。いつも私たちと共におられる神様の愛に感謝します。真理をよく知らなかった私たちを命の御言葉と神の力で天国に向かって走っていくように導いてくださる主の愛に感謝します。私たちの教会が創立11周年を迎えるまで変わらない愛で導いてくださった牧者に感謝します。イスジン牧師と万民の聖徒の皆さんと一緒に神の力を伝えて、神様と主と聖霊様の喜びの身になりたいと思います。その日を望みながら感謝の心を込めて講談喧嘩をいたします。ありがとうございました。愛する聖徒の皆さん、本文に大きな家には金や銀の器だけでなく木や土の器もあります。またあるものは尊いことに、あるものは卑しいことに用いますとあります。ここで大きな家とは神の国を意味します。器とは私たちを意味します。神様が私たちに清くて尊い器になるようにと言われているのです。ひょっとしてこれを聞いて、神様は差別のない方で光栄な方なのに、誰かは尊く思って誰かはそう思わないのかと誤解してはいけません。神様は全ての子供を愛して尊く思っておられます。しかしもっと愛されて大事にされる程度は違います。箴言8-17に、私を愛する者を私は愛する、私を熱心に探す者は私を見つけるとあります。神様を熱く愛して自分のすべてを捧げて主のために命尽くして忠実である人と、口では愛していると言っても自分の利益を求めて罪と悪の中を歩んでいる生徒が、どうして同じように愛されるでしょうか。ですから本文の御言葉のように、神様にもっと愛されて尊く用いられる程度が人によって違います。そして神の国に用いられる程度も違います。どんな家にもいろんな種類の器があります。尊いことに用いられるものもあり、使う用途も違うのが分かります。女性の生徒の皆さんなら、普段からいろんな器を使っているからよくわかると思います。男性生徒はよくわからないかもしれませんが、でもこういうことはよく理解できますね。ある人は古い器や骨董品を大事にする人もいます。有名なブランド品を大事に思う人もいます。そしてある人は意味のある器、例えば嫁入り道具として持ってきたものや親の形見としての器を大事に思います。ところで器の価値をどこに置くのかと関係なく、とても一番大事に思う器は普段は気軽に使わないのです。特別な日とか、たとえお客さんが来た時使います。ある人は大事にしている器が使うのがもったいなくて、全く使わないで飾り物としておく場合もあります。これとは反対に、家族が普段気軽に使うものもあり、卑しいことに使われるものもあります。例えば田舎では人が使っていて壊れた器とか鍋を犬の餌用の器に使う場合もあります。このように器にも
たとえことに使われるもの、卑しいことに使われるものがあります。このメッセージは1996年、東海女先生が伝えてくださったメッセージです。今日のメッセージを聞いて、神様がどんな人を金の器、たっとい器だと思われるのかを悟りますように、それで神様が微笑ましく、たっとく思って喜ばれる皆さんになりますように、愛する生徒の皆さん、神様が尊く思って、神様にとって有益な金の器はどんな器でしょうか。4つの項目のうち、今日は2つをお伝えします。次回続いて伝えたいと思います。第一、変わらない器です。神様が尊く思い、神様にとって有益な金の器は変わらない器です。金を価値あるものと思うのは変わらないからです。神様も子供である私たちに変わらない真実な心を望んでおられるのです。多くの生徒が主に出会うと、罪人だった私のために死んでくださった主のために生きます。変わらずに忠実に使いますと告白します。礼拝を捧げて恵みを受ければ涙を流しながら、これからは世を愛さないで主だけを愛しますと決心します。それを主はご覧になりました。しかしこの決心が変わらない人がどのくらいいるでしょうか。心が熱い時は命さえ惜しくないと告白したのに、試練がやってきたり祈りの答えがなければすぐ不満に思いつぶやいてしまうなら、神様がそういう生徒を尊い微笑ましいと思われるでしょうか。皆さんも自分自身を顧みてください。神様の前にどんな器なのか、神様がご覧になるとき、たっとい微笑ましい器だと思われる器でしょうか。心が熱かったときは礼拝もちゃんと捧げて、祈祷会にも参加してあちこちに奉仕をして忠実に仕えていました。しかしその熱い心が冷めてしまう人もいるのです。人との間でも偽りを言ってすぐ移り変わってしまう人とは深く交わることはできません。善であり真実であり光である神様が尊く用いられる器ならどうしなければならないでしょうか。皆さんも考えてみてください。人との間である人がとてもよくしてくれるとしましょう。私のことはいつも賛成してくれて応援してくれて仕えてくれる人がいました。しかしその人が後で心が変わってしまうのです。見返りがないからといって不満を抱いて、かえって憎むようになるのです。そうするとその人とは信頼関係が強くなることは難しいのではありませんか。傷つくかもしれません。そして裏切られることもあるかもしれません。このように一時は互いに愛し合っていた人が一方が変わってしまうなら、他方が傷ついてしまい仲違いすることもあります。私たちと神様の関係はどうでしょうか。熱くなったのにまた冷めてしまったり、また悔い改めて熱くなってまた冷めてしまったりでなければ生ぬるいままとか、こういう場合神様に尊く用いられるでしょうか。愛されるでしょうか。金の器とは
遠いですね。私たちは神様の愛をいただきました。そして神様は私たちに望んでおられることがあります。この地上に生まれた理由があります。人間工作を受けて誠の子供に変えられて、神様がおられる新しいエルサレムに入るためです。それをいつも覚えていて、金の器になるために努力しなければならないでしょう。そのためには変わらない器でなければなりません。聖書にはどんな環境や条件にも変わらない心を持って行った人物がいます。今日のメッセージを聞くとき、今自分の信仰と行いと思いを、この聖書の昔の信仰の人々の行いと比べてみてください。ひょっとして今心が冷めているとか、そういうことがあるなら速やかに立ち返って悔い改めなければならないでしょう。しかし問題は、自分は今あまり変わりがない、前と同じように信仰生活をしていると思っていても、自分が知らないうちに変わっているかもしれません。ですから自分を発見しなければなりません。そしていつも基準を、聖書、御言葉、真理を基準にしなければなりません。私たちには真理の御言葉があります。ある人は世を愛して世のものが好きで心が移り変わってしまう人がいます。そしてある人は心に悪の性質が多くて変わってしまう人もあります。今日のメッセージを聞いて、自分の心が変わってしまう原因を見つけますように。神様に喜ばれる変わらない金の器のような人はどのような人だったでしょうか。まず使徒パウロです。使徒パウロはダマスコに行く途中、主に出会った後、どんな試練困難があっても変わりませんでした。ですから熱く福音を伝えて信仰の道を最後まで走りました。使徒 20-24 です。けれども私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いませんとあります。使徒パウロは神の国のために福音を伝えるために自分の命を少しも惜しいと思いませんでした。どれほど美しい告白でしょうか。口先だけの告白ではなく、実際そのように行いました。監獄に入れられても気を落としたり悲しんでいたのではなく、生徒に手紙を送って喜びなさいと言いました。フィリピ 4-6 を読むと、いつも主にあって喜びなさい、もう一度言います、喜びなさいとあります。皆さんはどうでしょうか。いつも喜んでいるでしょうか。自分には喜ぶことがないと思いますか。私たちは救われたことだけで喜ばなければなりません。目の前に問題があっても、現実に苦しみがやってきても、私たちには信仰があるからいつも喜ぶことができます。使徒パウロがそうでした。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りとお願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさいと言っています。使徒パウロがこのように生徒たちに手紙を送って進めています。使徒パウロが牢に入れられたから生徒たちは心配して、失望していたのではありませんか。悲しんでいたでしょう。そして教会の中でいろんな問題が起こったかもしれません。しかし
パウロは彼らに手紙を送って喜びなさいと、そして感謝を持って神様に祈りなさいと勧めています。これが同会所先生が私たちに言っておられるようなことではありませんか。これが変わらない心です。なぜ移り変わってしまうのでしょうか。自分に試練がやってきて、苦しみがやってきたからだと思うでしょうか。しかし移り変わることは信仰がないことです。神様を愛していないという証です。変わらない金の器は喜びがなくならないのです。使徒16-25にパウロとシラスは牢に入れられていた時も神様に祈り賛美の歌を歌っていました。使徒パウロは病人を治して悪霊を追い出すなど善だけを行いましたが、イエス様を伝えるという理由で鞭で打たれて牢に入れられてしまいました。しかし帰って神様に祈り感謝の賛美を捧げていました。皆さんはどうでしょうか。家族や周りの人から迫害を受けたり誤解されて落ち込んでいじけてしまうことはありませんか。恵みを受けられなくなって辛い思いをして信仰生活をしているのではありませんか。人のため辛いと思いますか。しかし自分の中に神様への愛があり信仰があるなら、どんな時でも喜ぶことができます。自分に悪を行う人がいても手向かうこともありません。そして苦しいと思いません。なぜなら自分を愛しているからです。自分を愛しているのに自分について悪口を言って苦しめる人がいると、その人が嫌なのです。しかし神様を愛する人はそうではありません。イエス様の苦しみを思い出して感謝するのです。そして昔の信仰の人々の行いを思いながら、そのくらいの苦しみと比べてみれば自分の今の苦しみは何でもないと思うようになるのです。そしてある人に嫌味を言われたり指摘されたりしても、まず自分を顧みるようになり祈るようになるのです。その人に対して恨んだり、その人に対して憎しみを抱いたりしないのです。皆さんもいろんなことがあっても迫害されたり誤解されることがあっても、いつも使徒パウロの苦しみを思いながらその心に似ていきましょう。ある人は神様の前に忠実に仕えて奉仕してはいるのですが、口で不満を言います。本当に大変だ、私だけなぜこのように苦労しなければならないのか。他の人は遊びに行く余裕もあるのに、怠けているのに私だけこうしなければならないのかと思います。そう言います。それは神様の働きをして報いを積んでも口で不満を言ってしまうと、その報いはなくなってしまうのです。それを神様は信仰としてみなしてくださらないし、受けてくださらないのです。信仰で神の働きをしているなら、いつも喜びと感謝が伴うでしょう。幸せの心で奉仕するでしょう。例えばレビ族になったばかりの時は、神の宮の門口に立ちたいのですと告白して、給料が少なくても天の報いを望みながら喜んで働いていました。しかし今は心が変わってしまったのなら、それは信仰のない姿ではありませんか。病気が癒された時は感謝して、
どんな使命でも任せてくださるなら忠実に使いますと言ったのに、後で認められないようなことがあれば重荷になってしまうのではありませんか。ですから私たちは初めの愛と初めの行いを失ってしまったなら速やかに回復しなければなりません。使徒パウロはひどい迫害と苦しみがあっても少しも神様の前につぶやくこともなく、喜び感謝しながらその道を歩みました。殉教するまでただ喜び感謝し主の働きをしました。どれほどたっとい器でしょうか。皆さんは教会の中である集まりの頭になったとしましょう。会社で社長の立場にいるとしましょう。すると社員にどう接するでしょうか。教会である集まりで頭として下の働き人にどう接しているのでしょうか。ひょっとして恵みを受けていない人がいるのか、ひょっとして使命を果たしている人の中で辛そうにしている人がいるのではないかと顧みるようになるでしょう。そしてある人が辛そうでその使命を重荷に思っているなら、その方には何かもっと使命を任せることは難しいでしょう。そして何か指摘するところがあって進めたのに、それを喜んで受け入れない場合は後からは何も言えなくなるのではありませんか。皆さんはどうでしょうか。主人の立場ならどんな働き人を用いようとするでしょうか。神様も皆さんをご覧になっています。皆さんが一時は使ったのに冷めてしまったり、そしていろいろ不満を言ったり不平を言ったりしながら辛そうにしているとか、喜びもなくなっているなら、神様はどれほど悲しまれるでしょうか。そして使命をもっと任せてたっといいことに使おうとしてもおできにならないのではありませんか。私たちは神様にどう祈るべきでしょうか。神様に知恵をください、力をくださいと、働く時協力する人々と平和を保つように助けてくださいと祈りながら、神様により頼んで忠実に使えなければならないでしょう。そのような祈りを神様は喜ばれるのです。ですから私たちは私たちの主人である神様の立場から見るとき、自分はどう思われるのか、自分は尊く用いられる器なのかをいつも顧みますように。ですから私たちは最初の熱い心が移り変わってはいけないのです。ところで多くの人は恵みを受けた時は忠実に使えますと決心したのに、少しでも試練がやってくるとすぐ心が冷めてしまったり移り変わったりします。道会女先生はこの教会を導いて来られながら、いろんな迫害と苦しみ、また濡れ衣を着せられることなどがありました。それでも神様の前につぶやいたり嘆いたり後悔することはありませんでした。一度も心が移り変わらなかったのです。本当に命が危なくなることも何度もありましたが、それでもただ生徒のために心使い、罪を犯している生徒のために取りなしをして涙で祈ってくださいました。今も
その心は同じです。心があまりにも痛むので、体まで痛くなることもあるのではありませんか。ペテロは福音を伝えていて十字架に逆さにつけられるほど殉教するまで神様に対する義を固く保ちました。聖霊を受ける前はイエス様を三度知らないと言ったことはありますが、聖霊を受けた後はどんな苦しみと迫害があっても決して変わらずに死にまで主を伝えました。他の弟子たちもそうでした。主が天に上げられるのを見る前は恐れもあったし移り変わりもありましたが、主が天に上げられるのを見て聖霊を受けた後は変わらない心で忠実に仕えて行いました。私たちは変わらない金の器になるためにはどうすべきでしょうか。御霊の歩みに入らなければなりません。いくら自分が決心したことを守ろうとしても、移り変わることなく忠実に使いようとしても自分の中に肉がある限り変わってしまうのです。絶えず祈らなければ憤ってはいけない、愛さなければと思っても自分の中に罪の性質があるなら、それを捨てなければ自分の思いをも心も守れないのです。しかし罪と罪の性質と肉を完全に捨てれば自分が思った通りにできるし、聖霊に満たされ続けることができます。熱心も変わらないのです。このように肉を全部捨てて御霊の歩みに入らなければならないのです。しかし御霊の人になった後も変化が止まってしまったり、世を愛してしまったりすると以前に戻ってしまう場合もあります。第一コリント10の12に、だから立っていると思うものは倒れないように気をつけなさいとある御言葉を心に留めなければなりません。清い器になったなら、それに愛の塩、八つの幸い、御霊の九つの実を満たさなければなりません。そうしてこそ神様に喜ばれる金の器になれるのです。金の器はどんなことがあっても変わらないのです。そのためにさらに目を覚ましていて身を慎み変えられなければなりません。第二、金の器はたっとい器です。これはどういう人を指しているのでしょうか。神様がたっとく思われる人は神様の国の重要な使命を完全に果たした人です。つまり神様の国において大きい貢献をした人々です。聖書にそういう方々が何人かいます。まずバプテスマのヨハネです。人類の救い主である主の道を用意して、その道をまっすぐにしたので神様の前にたっとい器になりました。マタイ 11の11に、誠にあなた方に告げます、女から生まれた者の中でバプテスマのヨハネより優れた人は出ませんでしたと、イエス様が言われるほどバプテスマのヨハネは重要な使命を持っていました。そしてバプテスマのヨハネはこのような使命を果たすために自分というものがない生き方をしました。皆さん、ここで誤解してはいけません。神様が選んでくださった人だから、そのように大きい使命を果たしたのではないかと思うかもしれません。そのために心そのものが良い心として生まれたからだと思うかもしれません。しかしそれだけではありません。自分がない生き方を徹底的に生きたのです。ただ良い心を持って神様に選ばれたからそうできたのではありません。バプテスマのヨハネはどうでしたか。ルカ1の80を見ると、さて幼子は成長し、その霊は強くなり、イスラエルの民の前に公に出現する日まで荒野にいたとあるように、世と性別されていました。
マタイ3の4にはこのヨハネはラクダの毛の着物を着、腰には革の帯を締め、その食べ物はイナゴと野蜜であったとあるように、自制した生き方をしました。そしてバプテスマのヨハネは謙遜でした。自分の利益を追い求めたり、自分が高くなりたいと思いませんでした。ルカ3の15から16に、民衆は救い主を待ち望んでおり、皆心の中でヨハネについて、もしかするとこの方がキリストではあるまいかと考えていたので、ヨハネは皆に答えていた。私は水であなた方にバプテスマを授けています。しかし私よりもさらに力のある方がおいでになります。私などはその方の 靴の紐も解く値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と火のバプテスマを お授けになりますとあります。このようにバプテスマのヨハネは謙遜でした。自分が認められたいと思いませんでした。何人かが一緒に働きをして良い結果が出たならと言うべきでしょうか。みんなで協力してしましたと言うべきなのに、ある人はそのリーダーだったなら、自分がよくやってそのような良い結果が出たかのように、他の人への称賛は言わないでいるのです。それは真実な心ではありません。自分が高くなりたい、自分が褒められたいと思っている心です。そしてある場合は、何か良い結果が出たとき、自分は何も協力していないのに、上の目上の人が錯覚して褒めてくれるとき、黙っているのです。正直に私は何もしませんでしたと言わないのです。しかしバプテスマのヨハネはそうではありませんでした。自分はキリストではないとはっきり言って、自分の後に来られるイエス様について伝えました。ヨハネ3の26に、彼らはヨハネのところに来ていた。先生見てください、ヨルダンの向こう岸であなたと一緒にいて、あなたが証言なさったあの方がバプテスマを授けております。そしてみんなあの方の方へ行きますとヨハネの弟子がこう言ったら、バプテスマのヨハネはこう言いました。ヨハネ3の29から30、花嫁を迎える者は花婿です。そこにいて花婿の言葉に耳を傾けているその友人は、花婿の声を聞いて大いに喜びます。それで私もその喜びで満たされているのです。あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。このようにバプテスマのヨハネはただイエス様のことを伝えて、自分についていた人々がイエス様のところにいても喜びました。そして殉教して使命を完全に果たしました。だから神様は尊く重い重要な使命を任せてくださいました。皆さんもそうです。バプテスマのヨハネのような心になるなら、神様が大事な使命を任せてくださり、認めてくださり、褒めてくださるでしょう。自分がやったと思ってはいけないのです。自分が認められたい、高くなりたいと思うのではなく、低くなって神様の恵みだと言わなければならないのです。そして神様に褒められても、さらに謙遜になって神様にだけ栄光を捧げる人でなければならないのです。そういう人が神様が尊く思われる金の器なのです。私は これだけ多くのことを果たしたと自慢する人は神様の前で認められないのです。皆さんも神様の国において尊く用いられたいなら、このような心に似ていきましょう。
次は乙女マリアです。処女である自分が聖霊によってイエス様を身ごもるようになると言われた時、どんな考えも巡らさないでただアーメンと言いました。ルカ 1-38 です。マリアは言った。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたの言葉通り好みになりますように。こうして御使いは彼女から去っていった。乙女マリアも選ばれた人だから当然そうしただろうと思ってはいけません。自分がその立場になったと考えてみてください。本当に御使いの頭を通してそう言われたとき、アーメンと言えるのか、顧みてください。ある人は、私もガブリエルぐらいの御使いの頭が言ってくれるならアーメンと言えるだろうと思いますか？皆さん、そうではありません。そのような頭ではなく、小さい子供が言うことでも、それが真理なら、へり下ってアーメンと受け入れなければならないのです。教会の働きをするときもそうです。口で強く反対しなくても、何も助けないで、何人かが教会のために熱心に働いているのに、ただ見ているだけなら、それも神様の前でふさわしい姿ではないのです。私たちは善を行うときは積極的にしなければなりません。そして真理ならば聞き従わなければならないのです。乙女マリアがそうでした。神様の御言葉なら、言い訳も言わないでただ聞き従って信仰によって受け入れました。人の思いを巡らすなら、男性と付き合ったこともない自分が妊娠するということをどうして信じることができるでしょうか。そして御使いの頭に言われた時はアーメンと言っても、後で考えてみたら自分の錯覚だったかもしれないとか、幻だったかもしれないとか、だんだん疑うようになるのではありませんか。皆さんもそういうことはないでしょうか。聖霊の声を聞いて心に働きかけられたのに、後でそれを疑うようになって実際行えない人もいるのではありませんか。乙女マリアにももしかして自分の思いがあって、自分の安全とそして自分の身を思う心があったなら、聞き従えなかったでしょう。そして神様の力を信じて聖霊によって身ごもることを疑わないとしても、当時のユダヤ人社会の雰囲気を考えてみれば、律法によってはこういうことは、処女が妊娠するということは石打ちにされて殺されるようなことだから怖くこうなったのではありませんか。しかし乙女マリアはそういうことを考えないで、ただアーメンで聞き従ったのです。ですから神様は彼女を用いてくださいました。それで全人類の救い主になるイエス様が人となってこの地上に来られるとき、この重大なことのために乙女マリアを備えて彼女の体を借りてお生まれになるようにしてくださったのです。このような器を神様は尊く思い、金の器だと認めてくださるのです。私たちも教会と牧者のために尊く用いられたい、重要な仕事をしたいと思っているなら、このようにただアーメンとはいだけ言って聞き従わなければならないのです。そして悪はどんな悪でも避けて、心が善でなければならないのです。
そうして神の働きをして栄光を捧げるなら、神様はそれに報いてくださいます。箴言4の8から9です。それを尊べ、そうすればそれはあなたを高めてくれる。それを抱きしめると、それはあなたに誉れを与える。それはあなたの頭に麗しい花輪を与え、栄光、光栄の冠をあなたに授けようとあります。私たちは神様に栄光を捧げて、神様を第一に愛する人になりましょう。次に神様に尊い器、金の器だと認められた人はダビデ王がいます。使徒13の22にダビデを立てて王とされましたが、このダビデについて証ししてこう言われました。私はエッサイの子ダビデを見出した。彼は私の心にかなったもので、私の心を余すところなく実行するとあります。なぜ神様はダビデを選び、神様の御心を実行するようになさったのでしょうか。今、金の器の聖書の人物の例を挙げていますが、このメッセージを聞きながら、私たちはどう思うべきでしょうか。私も神様の国において尊く用いられたいと思っているでしょうか。大きい神の働きをしたいと思っているでしょうか。そのためにはまず器を備えなければならないのです。そしてこういうメッセージを聞きながら、私はバプテスマのヨハネのような心なのか、私は乙女マリアのような心なのか、そしてダビデのような心なのか、比べなければなりません。主のしもべもそうです。東海女先生はこう言われました。主のしもべは自分が自分を推薦する人ではなく、聖徒が認めて聖徒が聖徒に愛されなければならないと言われました。生徒に愛される主のしもべになるためにはどうすべきでしょうか。生徒を訪問してメッセージを伝えれば、生徒が恵みを受けて感動して変えられます。そして生徒のために祈れば答えが望みます。病気が癒されます。そうすると生徒が当然その主のしもべを愛するようになって、感謝して認めるようになるでしょう。そうして生徒に愛されてリバイバルする実が結ばれるのです。そのような主のしもべは教会で認められるようになり、頭として立てられるのではありませんか。ですから私たちも神の国のために、また教会で重要な使命を任せられたいと思ったり、尊く用いられたいと思うなら、今日のメッセージを聞きながら、その例に挙げた方々の心に似て、その行いを見習わなければならないのです。ダビデ王は神様の心にかなったものでした。そして神様への絶対的な信仰があり、変わらない心を持っていました。ダビデは少年の時も神様への信仰と自分が任されたことへの責任感がすごかったのがわかります。大した人でした。第一サムエル17の34から35です。ダビデはサウルに言った。しもべは父のために羊の群れを飼っています。獅子や熊が来て群れの羊を取っていくと、私はその後を追って出て、それを殺し、その口から羊を救い出します。それが私に襲いかかる時はそのひげを掴んで撃ち殺しています。そして37節ではこう言っています。獅子や熊の爪から私を救い出してくださった主は、あのペリシテ人の手からも私を救い出してくださいます。つまり自分を自慢しているのではなく、
神様が自分を救い出してくださったと告白しているのです。偉大なる父なる神様が私を助けてくださり守ってくださったから、私は羊を救い出すことができましたと、このように神様に栄光を捧げているのです。皆さんもこのようなダビデの心を持って使命を果たしてみてください。そうすると神様が高く立ててくださり、教会でも尊い使命を任されるでしょう。ダビデはこれだけ責任感、使命感が強かったのです。そして神様への信仰も強かったし、でだから神様が自分を救ってくださると固く信じていたのです。どれほど素晴らしい心でしょうか、器でしょうか。そして少年ダビデはサウル王とイスラエルの軍隊が恐れているペリシテ人ゴリアテの前でも神様への絶対的な信仰があったので、大胆に行うことができました。イスラエルの民は皆恐れて逃げていましたが、ダビデはどう言いましたか。第一サムエル 17-26 で、この割礼を受けていないペリシテ人は何者ですか、生ける神の陣を殴るとは、と言いながら出て行って戦いました。万民の若者の皆さん、中高生の皆さんもこのような大胆さが必要でしょう。今ダビデは少年です。それでもこのように大胆に告白しています。神様への信仰があるからです。皆さんにもそういう信仰と大胆さがあるなら、神様は守ってくださるでしょう。人は自分の命が危なくなったり、自分に不利益なことがあるなら恐れ退いたりします。大胆に進めないのです。神の国と教会と牧者に対して悪を行ってそしる人がいても、それをただ我慢してしまう人がいてはいけないでしょう。少年ダビデは神様の皆が殴られることが我慢できませんでした。それでゴリアテに向かい合って戦おうと出ていきました。神様はこれを喜ばれ、共におられたので、ダビデは投げ石を持ってゴリアテを撃ち殺すことができました。私たちはこのように神の国を守ろうという心が、熱心がいつも熱く燃え上がっていなければなりません。そして知恵を持って教会を守るために、生徒を守るために行わなければなりません。そのためには自分を犠牲する姿が必要です。ただ祈ってばかりいるのではなくて、働き人として責任を負わなければならないこともあるし、いろいろ言われることもあるでしょうが、神様を信じる人ならばどんなことがあっても感謝して行うことができるでしょう。ダビデはサウル王が自分を迫害して殺そうとしていても、神様への信仰を持ってただ善と愛を行いました。そして王になりました。しかし心のに深いところに残っていた肉の属性があったので罪を犯しましたが、預言者の指摘を受けた時すぐ悔い改めて、それによる報いも試練も感謝を持って通り抜けて清い器になりました。それで神様に認められ愛されたのです。それで国を強い国にして、周りの国からも褒められました。それでダビデの子孫から救い主が生まれたのです。黙示録 22-16 に、私はダビデの根、また子孫とあるように、人類の救い主イエス様がダビデの子孫として来られました、生まれました。このようにダビデは尊い器だったのです。それで神様の御心によって
国を建て、強くして、使命をよく果たすことができました。それで豊かな実を結び、たとえ金の器になりました。神様がその器をご覧になって、重要な使命をくださったのに、その人がもし怠けて実を結べなかったなら、認められないでしょう。神様に選ばれた人でも、その人が献身して、労苦して、働いて、実を結んでこそ、認められるのです。次は預言者モーセです。モーセはエジプトから出たイスラエルの民を、父と水の流れるカナンの地に導いた偉大な指導者として、使命をよく果たしました。それで神様に尊く用いられました。モーセはカナンの地には入れなかったのですが、その後継者ヨシュアをしっかり訓練させて育てておいたので、ヨシュアと民がカナンの地に入ったのはモーセの身だったのです。出エジプト 33-11 です。主は人が自分の友と語るように、顔と顔と合わせてモーセに語られた。とあり、17節には、主はモーセに仰せられた。私の言ったこのことも、私は、あなたの言ったこのことも私はしよう。あなたは私の心にかない、あなたを名指して選び出したのだからとあります。これほどモーセは神様に尊く思われました。そして先民イスラエルのために大きい使命を果たしたのです。民数記12-3に、さてモーセという人は地上の誰にも勝って非常に謙遜であったとあり、民数記12-7には、彼は私の前科を通じて忠実なものであるとあって、神様にその心と器の広さが認められました。それで神様の働きを神様の心を持って果たすことができました。このような人を用いて神様の国が立て上げられるのです。ここまで金の器はたっとい器であり、神の国のために、働きのために大きい使命を完全に果たした人だと説明しました。ただ清い器だけではなく、神様の国においてどうしても必要な重要な人であり、与えられた使命をよく果たして神様に栄光を捧げたのです。それで歴史に長く記される人物になりました。私たちはこのような金の器を夢見ることができないでしょうか。いいえ、できます。私たちは人間工作の終わりの終わりに生きています。リレーでは最後のランナーアンカーが一番重要だから、実力の一番良い選手をアンカーにします。私たちは神の国歴史の終わりを飾るこの教会で働き人として選ばれた人々です。罪と悪がはびこっている暗い世の中で、御霊の人、全く聖なるものとされた人がキリストの香りを放たなければならない責任があるのです。私たちはこの清めの福音を全世界に伝えなければなりません。世界のあちこちの教会では、この万民の信仰生活と万民の清めの福音を見習って教えている教会もたくさんあります。他の教会の方々ですが、 GCN 放送を通して私たちの礼拝を見て、いろんなキリスト教文化も学んでいる、そして礼拝と信仰生活の自分たちの基準になっているという話をしました。万民教会が韓国のキリスト教社会の行事に
招待されて活動している時もそうでした。その行事で案内委員とか交通委員とかオーケストラもそうですし、うちの教会の方々が行って奉仕をしましたが、どこに行っても万民の生徒は目につくのです。区別できました。きちんとした服を着て、また顔も輝いていたし、恵み深い姿だったし、誰が見てもクリスチャンとして認められるような姿でした。ですからいつも認められて褒められていました。海外の司教会だけでなく、海外の他の教会、他の教団でもこのように GCN 放送を見ながら礼拝の様子とか、講談でメッセージを伝える先生の姿とかを見ながら、いろいろ学んでいるという証があります。そして私たちはいつも神様の前に一番美しい姿でいようとしているから、聖殿もこのように美しく明るく、天国を連想させるような雰囲気にしているのです。それが神様に喜ばれることだから、それを道会女先生が教えてくださって、私たちは聞き従ってきたのです。こういうことが移り変わってしまってはいけないのです。ですから私たちは自分一人のこと、個人のことだけを考えてはいけません。万民の生徒として、私たちは神様がこの終わりの時、正しい教会として、サンプルとして立ててくださった教会の一員なのです。ですからいつも誰が見てもクリスチャンとして、誰が見ても神の子供らしく行う、そういう姿でいなければならないでしょう。そうすれば神様もそれを認めてくださり、たっとく思ってくださり、使命もくださるでしょう。それで使命を大事に思って、よく果たして実を結んでいけば、教会の力になり、神様にも褒められるでしょう。ところで、神様がこの皆さんが神様の国において重要な使命を果たしたいと、そういうたっとい器になりたいと思うなら、今自分に与えられている小さな使命でもたっとく思ってよく果たさなければなりません。そして今自分が与えられているところで実を結ばなければならないのです。自分は大事なこと、重要な使命が欲しいと思っても、今自分に与えられている小さい使命、些細なことでも熱心に果たして実を結んでこそ認められるのです。1タラント扱った人のようになってはいけないのです。ですから代償を問わず、神様を愛する心を持って、聖霊に助けられて使命を果たしていれば、次にはもっと大きい使命をいただくことができるでしょう。そういう人が後で祝福の時に高く用いられるでしょう。今日から2022年の定期総会が始まります。使命を慕って神の国の働きを誠実に忠実に使える皆さん、誠実に忠実に果たす皆さんになりますように。マタイ 25-21 に、その主人は彼に言った、よくやった良い忠実なしもべだ、あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう、主人の喜びと共に喜んでくれと褒められる皆さんになりますように。メッセージを思いながら一緒に祈りましょう。今日は金の器について聞きました。金の器とは変わらない器で、たっとい器だと言われました。私たちも神様の前で
そういう変わらない心で与えられた使命を喜んで感謝を持って果たして、それで神様に認められ高く用いられるようにしてください。それで後で神様がよくやった忠実なしもべだと褒められる、そういう金の器になるように祝福してください。感謝してイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。映像で用意された同会女先生の癒しの祈りを受けます。具合の悪いところや患いのあるところに手を当てて、心の願いがある方は胸に手を置いて信仰を持って祈りを受けますように。ハレルヤ、全能の愛であられる父なる神様、この時間祈りを受けるすべての生徒の上に安守してください。CCN 放送とインターネットと映像で祈りを受ける司教会と司聖殿、全世界の神の子どもたちの家にも時間と空間を超えて働いてください。信じられる信仰を与えて、否定的な思いとお互いの勢力、あらゆる試練と困難も退けてください。頭からつま先まで五条六腑、骨の節々、全身の神経組織、細胞など、具合の悪いところは皆精霊の火で焼き尽くして、初めの光で働いてください。イエス・キリストの皆によって命じる敵である悪魔・サタン、すべての病気・病原菌患いを裂かれ、光を望め、不治の病・難病も精霊の火で焼き尽くして完全に癒してください。マラリアなどあらゆる風土病も退けてください。風邪、咳、熱、疲れ、インフルエンザなどの流行性の病気も裂かれ、どんな流行性の病気・病原菌も入らないように守ってください。胃がん、肺がん、肝臓がん、乳がん、子宮がん、大腸がん、皮膚がんなど、あらゆるがんと、エイズ、白血病、脳卒中、高血圧、低血圧、心臓病、肺と胃腸の病気、糖尿、婦人病、皮膚病、甲状腺疾患とすべての炎症も完全に癒してください。小児麻痺、中部関節炎、ヘルニアも完全になり、腰痛、頭痛、神経痛など痛みは皆消え去れ、転換、自閉症、うつ病、躁うつ病、ノイローゼなど精神疾患も下がれ、すべての麻痺も解けて、立ち上がり、歩き走れ、目もよく見えて耳もよく聞こえるようにしてください。全く見えないものは見えて、聞こえないものは聞こえて、口の聞けないものはものを言いなさい。事故の後遺症も完全に癒して、折れた骨もつけてください。やけども完全に癒してください。熱気を下がれ、熱も下がれ、父は傷跡もないように働いてください。麻薬など薬物と毒物、劇物の中毒も完全に癒されなさい。死んだ神経と細胞が生き返って、死んだものも生き返らせてください。身ごもりの祝福も与えてください。身ごもりの祝福を受けよう。イエス・キリストの御名によって命じる敵である悪魔・サタン、空中の権威を持つ支配者である悪い霊どもよ、下がれ。その使い立ちも下がれ。この地上の悪い霊、汚れた霊、偽り、欺きの霊、争いを起こして惑わす闇は皆下がれ。すべての悪の絆を解いて闇を下がれ。いつ光を望め、父なる神様、主を呼び求めて祈れるように、罪を捨てて清められるように強くしてください。魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いをくださり、家庭も福音化されますように、1週間もあらゆる事故と災いから守って、何をしても栄えるように祝福してください。聖霊の炎の壁で、天の軍勢見使いと主の燃える炎のような御目で、すべての神の子どもたちと家庭、職場、授業の場を守ってください。子どもたちには知恵と悟りを加えて、勉強もできる熱い心も増し加えてください。心と思いをこの世に奪われないように守ってくださり、神様を熱く愛するよう祝福してください。神の子供たちが食べるにも飲むにも何をするにも神の栄光を表すように祝福してください。私は神様を見つけた、体験した、答えを受けた、祝福されたと証しする口になるようお働きください。父なる神様、感謝します。栄光をお受けください。我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。涙の中おらる主